構無理してるこれ。まあまあまあ。え、ちなみにちょっと大丈夫かな。あら、あ、不思議やだろ。奈良子さんがミーティングに登ってきて、へーって言いながらなんかフェイクタスクっぽいのをしてそのまま宿舎行ったよ。皆さん始めます。準備よろしいでしょうか。はい。よし。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。頼む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 。はい、じゃあ、いやタスクやりたくねえなー。切る負けがいいなー。あったー。あれ？ほら、準備の時間があるから、初手ボタン押したよ。ありがとうございます。優しい。いやー、優しいね。気持ちが楽ですね。うん。ね。一応、タスクはゆっくりやります。はーい。はーい。あ、食ってる食ってる、誰か。あ、食ってる誰だ、誰だ、白取りに来た。白い白い。あ、逆にね。僕も食べよう。いただきます。あ、うめぇ。あ、うめぇ。え、この時間に食わない人いるんすか？この時間に食わない人。僕は食わない。いねえよな、この時間に。今準備してんのよ。今準備してんの。じゃあすいません。抹茶もいただきまーす。いただきまーす。みんなここでまず、ちょっと待ってね。まずちょっとあの、ジャブをね。じゃあ、箸がないと思う。じゃあ、俺も食うか。いいね。ソースが効いてて美味しいですね、やっぱ。うん、インポスターもここ食い得ですからね。うん、確かに確かに。稼げますから、ね。このタイミングで食っとかないと。箸についてつ。え、ちょっと辛いでしょ。うん、ちょっと辛い。あれ？ちょっと辛い。いただきます。なんかソース入ってたね。あ、一応ね、マヨネーズとかは全然かけていただいて大丈夫なんで、本当無理しないよう頑張ってください。はい。はい。まあ、味ヨーグルトがあれば全然、ね。じゃあまあ、ね、行きましょうよ。マイスは。味ねえわ。ちょっと今かき混ぜてんのよ。ちょっと待って。ゆっくりですよ、ゆっくりで。これはなかなか、うん、しみるうまさだな。どっちにしみるの、それは。どっちだ、これ。まだわからん、まだわからん。しみるね。あれ？誰だ？いやいやいや、これ演技だ。誰、今の。これ演技やろ、さすがに。ごめんなさい、あの、お箸についてたやつが多分。そこがもうマジで味ない。え、誰だろう、わかんないわ。わかんない、まだ未だわかんない。僕もあのファイナルじゃなくてあの極激辛なんでね。あ、一緒だ、藤見は俺と。うん、でもね、あのお箸についたやつでもクソ辛いぞ。まあ、ちょっと痛いぐらいっしょ、どうせ。うん、いやいやいや、これお箸についたのでこの辛さ大したことねえよ。いや、ソースないんだって。ソースないのよ。あら。俺もね、でも箸についてた部分がね、どうしました？どうしました？ここに洗ったんだけどね、かなりかなり痛い。でも辛いの一口食ってみる？試しに。やめとくか。一応終わらしといて。クゴみたいな、そういう。お、誰か頑張った人がいる。すごい。死んでら。シャワーのね、タオルタスクの下。竹雄さん、様子おかしくね。鬼来ました。いや、死んでら。なんか、鬼来ました。なんか、あの、喉か、ベロが動かないように声してます。今、はーって言った。はーって言った。様子
おかしいよな、ちょっと。オニキ？はい。はい。おい、ベロが機能してない。ベロが機能してない。いや、でも、食べられるんで、僕。違う。なんか声の大きさの差もなんか結構無理してる声。まあまあまあ。え、ちなみにちょっと僕通じないダメだ、これ涙出てきた。あ、目に入ったかもしれん。やばいやばい。言ってるやん、やばいやん。言ってるやん、もうそれ。でもこれもう一人今黙ってる、耐えてる人がいるってこと。すごいよ。ちょっとなんか、ろうろうと喋ってみようよ。俺はちゃん喋ってないの。全然美味しかったよ。喋ってない。藤宮なんかコックピットでね。藤宮がいろいろなんかやってましたよね、コックピットで。藤宮もこれ目動いてる。ちょっとまあまあ声震えてないですか。声。いやいや余裕よ。食べようか。いや余裕。ああいけんの藤宮いける？今行こうか。じゃあそれを見たら。うんうんうん。おおでも結構量いったっぽいしな。確かに。まあまあ、まあ、じゃあネロちゃんかな。俺まだいけるね。俺こうか。食ってみてよ。俺ね、すすれないのよね、こういうの。ごめんね。食べるね、今から。うん。あー、やばい。もう。はい。取り戻せないんだな。ああ、この、いつ、この、この、殺し、殺し、殺します。これね、でもついてない部分食うの結構大変なのよ。やばすぎる。大丈夫かな。あら、あ、不思議やだろ。これインポスター勝ち目あんのかよ。絶対ねえだろ、こんなもん。絶対ないって。絶我慢してそうなのいなくない？でもさ、これさ、ネロちゃんさんがめちゃめちゃ強いとか。いやいや、ネロちゃんが強いからね。企画倒れの可能性があって我慢する意味がないんだよね。そう。辛いって言って楽になりたいと思うんだ。でもね、さっきね、箸についた部分ちょっと舐めたんだけど。クソ辛いよね。これね、多分ね、俺も食ったらね、出ると思う、さすがに。いや、マジで辛いよ。あ、そうなんだ。俺今ベロ痛いもん。いや。あれ？うん、1個だけタスク残してボタンいくか。お？え？何？これ一体どうなってしまうんだ？あれ？頑張ってる。頑張ったやつがある。今水飲んだやついたね。今水飲んだやついただろう。飲んでないよ。死んじゃうな。なんかね、一応ね、今ね、うん、ミーティングにいたんだけど、停電中に。今、宿舎に七尾さんいなかった？あ、いた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 。ないよ。え、嘘？ないよ。あの七子さん、あのエレクトリカルの方で明夜くんとバケ床に見られてるから。あ、そうなの。なんかね、うん、七子さんがミーティングに登ってきてヒューって言いながらなんかフェイクタスクっぽいのをしてそのまま宿舎行ったよ。シェイプシフターの藤宮だよ。じゃあヒューって言ってた藤宮。もう涙が涙が止まらない。もうヒューって言ってたもんね。あんな声出んだ藤宮。大丈夫ですか？涙が止まらないってどういうコメントをね。涙が出る。水が止まらん。竹尾さん、辛いのが得意そうな得意だったそうですけど、どうでした？やばい。やばそう、これは。これは、声が変わって、今、どんぐらい、どんぐらい出ました？半分。おー。そんなに高かったの？半分食ったんですか？てか、すごいな。じゃあ半分入れたってことじゃない？あ、入れ半分入れて、3口食べたよ。おー、すごい。おー、すごい。全かけで、ベロ動いてなかったもん。全かけいったの？すごい。え、いっちゃったの？もう混ぜて。
まあファイナルじゃないからいけるやろうと思ったら、いやもう無理や。ファイナルじゃなくてもそうなんだ。そうそう、やば。今うちにミルクないんで、あの、うん、コーヒーに入れるコーヒーフレッシュを飲む。でもこれあの回をさ重ねるごとにさ、ベロがさあの不能なやつが出てくるからさ、ベロ判断ができなくなる。そうだね、そうなると分かんなくなるよ、ね、判断が難しくなる。今もう大丈夫そうにしてるだけでも白取れちゃうもんな。うん、確かに。